見た目は小爪、頭脳はおじさん、ふだおの縁を歩道端。今回はふだおチャンネルの活用法について。チャンネルを開設して早約2年になろうとしています。アップした動画も130を超え、少々ごちゃごちゃして閲覧しにくい感も否めません。このあたりで本来の目的である予習復習に使えるように、このチャンネルの活用の仕方を説明しておきたいと思います。内容としては、スマホの基本的な操作方法と YouTube の鑑賞方法になります。特に再生リストの活用、字幕設定および表示の仕方、再生速度の変更方法、ライブラリ登録の活用について詳しく解説したいと思います。それでは早速始めましょう。まず最初に画面構成およびスマホ操作の基本説明を簡単に説明しておきます。必要のない方は概要欄にチャプターを設定しているので、このパートはスキップして次の項目からご覧ください。まずは今回の動画の画面構成の説明です。左の縦長の長方形部分がスマートフォンの縦の全体、右の大きめの四角形部分はスマートフォンの部分拡大になります。横長の長方形の画面構成はスマホを横にして横画面になった時の状態です。続いてスマホ操作の基本説明。まずはフリックまたはスワイプ、画面を指で素早く上下左右に払うように操作することをこう呼びます。次にタップ、画面に軽く触れてすぐに指を離すことをこう呼びます。そしてドラッグ、項目やアイコンを移動するときなど画面に軽く指を触れたまま目的の位置までなぞることをこう呼びます。今回説明する方法はスマートフォンにインストールされている YouTube アプリを使ってのふだおチャンネルの活用法になります。ふだお自身は Android スマホしか所有してないため iPhone についてはわからないのですが、基本的な操作は同じだと思うので、そのあたりは読み替えて理解していただけると幸いです。それでは YouTube アプリの起動とふだおチャンネルの見つけ方について。最初にスマホのホーム画面から YouTube アプリを探し出し、タップしてアプリを起動します。赤色の四角の中に白抜きの三角のアイコンなのですぐ見つかると思います。アプリが起動したら右腕の虫眼鏡マークのアイコンをタップします。そうすると検索窓が開き、キーボードが表示されます。左下の地球儀風のアイコンをタップして英語入力に切り替えます。そこにふだおチャンネルと記入力します。小文字で HOOTAO でも大丈夫だと思います。入力が終わったら右下の虫眼鏡マークのアイコンをタップし検索をします。新しい動画が公開された時に通知を受け取ることができるので、チャンネル登録がまだの場合はボタンをタップして登録をお願いします。それでは活用方法について解説していきますので、おしどりの引用マークをタップしてふだおチャンネル縁を歩道端に入ってください。ホーム画面が開いたら登録ボタンの下段にあるホーム、動画と横並びになっている項目を探してください。それぞれをタップして中に入り、上下にフリックして内容を見てみましょう。動画は小さいサイズの画像一覧になっています。この小さいサイズの画像のことをサムネイルと言います。それぞれの動画のサムネイルをタップすることで動画を見ることができます。ただ時系列に動画が並んでいるのでごちゃごちゃしていて見づらいですね。そこで再生リストの活用です。項目の中の再生リストをタップし、リスト一覧を表示します。
下向きの矢尻のようなマークをタップ、すべてのリストを表示します。上下にスワイプしてみてください。各項目に分類されたリスト一覧が並んでいるのがわかると思います。試しに太極拳の基本解説編をタップしてみましょう。解説編のみが時系列にリストアップされています。横向きの矢尻のようなマークをタップ、元に戻ります。次に太極拳の基本実践編をタップしてみます。実践編のみが時系列にリストアップされています。元に戻ります。演練和表演、演練と表演のリストを見てみましょう。演練や表演の動画がリストアップされています。元に戻ります。紫宣扇李先生の解説編をタップしてみましょう。奥義の解説編のみがリストアップされています。元に戻ります。ショート動画もそれぞれの項目で再生リストを作成しています。このように再生リストを利用すればごちゃごちゃしていた動画がそれぞれの意図によってリストアップされているので分かりやすくかつ閲覧しやすくなっていると思います。また解説編は解説編のみで、実践編は実践編のみを通しで連続で閲覧できるので、探す手間が省けます。それでは具体的に見てみましょう。再生リストから太極拳の基本解説編をタップしてリストを表示。リストアップされた動画の中から太極拳の練習で膝を痛めないためにの動画をタップします。動画が始まります。赤いバーの部分をドラッグして動画の表示位置を自由に変えたり、スマホを横向きにして大画面で閲覧できます。右横のリスト一覧で動画を選択すればすぐにその動画が表示されます。次に字幕操作について、メイン画面のどこでもいいので軽くタップすると右上の部分に歯車のアイコンが表示されるのでそれをタップします。設定リスト一覧から字幕をタップ、日本語をタップしてみてください。メッセージが表示され字幕が表示されるようになります。大きく見たいので右上角のバッテンマークをタップして再生リストを消しましょう。一度字幕の言語を設定した後は画面を軽くタップして右上に表示される四角に囲まれた
アルファベットの2つの C のアイコンをタップすることでオン・オフを切り替えることができます。字幕の言語設定を取り消す場合は先ほどと同じ手順を踏んで字幕をオフにするをタップし非表示にしてください。字幕の表示は列車の中など音を消して動画を見たいときに便利な機能です。ただ音声の字幕化に関してはまだ全ての動画には対応できていません。少しずつ設定中ですのでそのあたりはご容赦お願いします。再生リストの画面に戻って今度は動画の再生速度を変更してみましょう。まずは見たい動画をタップして表示します。先ほどと同じようにメイン画面をタップ、右上の歯車のアイコンをタップ、設定リストの一覧の中の再生速度標準をタップします。再生速度のリストが表示されるので見たい速度を選択してタップします。すると選択した速度で動画が表示されます。速度を標準に戻したいときは先ほどと同じ手順を踏んでリストの中の標準をタップすれば元に戻すことができます。再生速度のコントロールは動画の中の動作が速くて分かりにくかったりした場合に速度をスローに設定してじっくりと学習することができます。この機能は予習復習にもってこいの機能ですので皆さん大いに活用してください。動画の数が増え、再生リストの数も多くなってくると、目的の動画を毎回探してみるのに時間がかかってしまいます。そこで便利になってくるのが、ライブラリへの登録です。よく見る再生リストをライブラリへ登録してみましょう。再生リストは目的に従って動画を抽出して並べているので、これを活用すれば連続して必要な動画を見ることができます。いつも見るリストはライブラリに登録しておけばもう迷うことはありません。登録したい再生リストを選択したら軽く長押しをします。小窓が開くのでその中のライブラリに保存をタップ。ライブラリに保存しましたのメッセージが表示され登録が完了します。登録の確認をしてみましょう。右下のライブラリのアイコンをタップします。ちゃんと登録されているのが確認できますね。これで YouTube アプリを立ち上げ、ライブラリアイコンをタップすれば、直接よく見る動画を鑑賞することができます。ライブラリから登録削除する場合は、登録している再生リストをタップし、表示した後に
左上角に四角形が重なったアイコンがあるので、それをタップすれば登録解除できます。再生リストの中から登録する場合はこのアイコンをタップすれば登録できますので、これも覚えておきましょう。それから現状、これは私のスマホだけかもしれませんが、登録を解除したのにライブラリの中にリストが表示されたままになっています。この場合、並べ替えを行うと表示を消せるようなので、この方法で対応してください。右上の新しい順をタップ、名前順をタップします。するとリストが消えます。並び順が気になる方は並べ替えを元に戻しておきましょう。どうでしたか？見づらかったチャンネルの動画がちょっとした操作で見違えるほど見やすく、かつ分かりやすくなったと思います。普段の練習に大いに活用してもらえたらと思います。それでは今回はこの辺で。下次再见。